ただ、昨年質問したあ、成立した AV 新法に関する質問です。えー、こちら、アダルトビデオの出演共用問題対策という観点で、えー、超党派によって議員立法として AV 出演被害防止救済法、えー、立案され、えー、同法は2022年6月に成立、施行されています。えー、しかしながら、この法律は立法事実さえあやふやなまま、十分な調査を行われず、えー、非常に短期間で立案された問題が多い法律であると考えます。えー、国会の審議は、えー、衆議議は衆院参 にわずか1日の委員会審議でした AV 業界で実際に働く人々からヒアリングさえ行わず強引に成立させたものと思いますこの結果同法の内容は業界の実業にそぐわないものとなっておりまして同法の施行により事務負担の増加仕事の減少を通じてメーカーや AV 女優をはじめとする出演者の生活はますます苦しいものになっていると思いますこの AV 新法については 経済産業省の官僚で、現在、制度アナリスト、作家、大学教員などをされている宇佐美紀也さんにご調査をいただきました。a V 女優への被害救済を謳いながら、不十分な調査により、見当違いかつ過剰な規制を課して、彼女らの仕事を奪い、経済的空境に追い込むようでは、何のための法律かわかりません。今回、この法律について、いくつか伺います。まず、この法律の見直し規定について伺います。この法律の不足、第4条、第1項において、次の規定があります。 この法律の施行後2年以内に、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとするとあります。えー、つまり2024年6月までの見直しが予定されています。えー、この規定の内容を踏まえて伺いますが、予定されている AV 出演被害防止救済法の見直しに向けて、現在、政府においてどのような検討が進められているでしょうか、特に政策評価という観点で、同法に基づく政策について、どのような評価 が進められていいいいるかご教たただきたいと思まますす工藤内閣副大臣お答え申し上げます AV 出演被害防止救済法は、令和4年通常国会において、議員提案により成立した議員立法であり、その不足の検,定検討規定に基づく見直しについては、政府としては、法の制定の経緯などに鑑み、国会におけるご議論,ご議論等を踏まえた対応が 必要であると考えておりますまた、内閣府においては、出演者等の相談窓口となる性犯罪、性暴力、被害者のためのワンストップ支援センターの相談体制の整備や、法の内容、相談窓口に係る広報啓発などの政策を実施してきております。こうしたた関係政策ののの実実施施にあたってはその実施の状況等を 男女共同参画会議のもとに設置されている専門調査会に報告し、法の目的である出演被害の防止、救済をいかに図るかという観点から有識者等のご意見も伺いながら効果的な実施を務めております。引き続き、AV 出演による被害に遭った方々が安心して相談できる環境整備をはじめ、 AV 出演被害の防止と被害者の支援に取り組んでまいります。田聡君 積極的な取り組みを求めたいと思います。えー、議員立法については政策評価法においてその政策評価の対象となっていない点については非常に問題だと思います。えー、この点については多くの国民に考えていただきたいということを申し上げて次の質問に移ります。えー、次にこの質問で特に問題となった部分である期間制限について伺います。えー、この法律で定められた期間制限がかなり厳しいとされています。作品ごとに A.V. の出演契約を結び契約から A.V. の撮影 ままででヶヶ月月そししてて撮影してから公表まで4ヶ月合計5ヶ月期間を置くことが義務付けられております仮にこの期間制限の規定を守るとメーカーは大幅な作品の制作本数の減少を余儀なくされ収入が大きく減ることになりますまたその結果として当然出演者の出演機会も減ることになります AV 出演という重大な決断に際して一定の熟慮期間が必要という期間制限の趣旨は理解しますがこの期間を 根拠なく定めることは、かえって出演者の収入を得る機会を奪い、えー、女優等の権利を不当に制限し、えー、侵害することにもつながりかねないと考えます、えー。そこで伺いますが、この1ヶ月、4ヶ月という期間制限は、どのようなデータ上の根拠を持って設けられているのか、えー、伺いたいと思います。また仮にデータ上の根拠が一切ないならば、その旨、ご教示いただければと思います内閣府岡田男女共同参画局長お答え申し上げます。 AV 出演被害防止救済法は、性行為映像制作物の制作公表により、出演者の心身および私生活に将来にわたって取り,つか取り返しのつかない重大な被害が生じる恐れがあることなどに鑑み、AV 出演被害の防止や救済を図るため、議員立法により制定されたものでございます。まず 性行為映像制作物の撮影に関する期間の制限についてのお尋ねでありますけれども、AV 出演被害防止救済法第7条は、性行為映像制作部の撮影について、出演契約書等の交付等を受けた日から1か月を経過した後でなければ行ってはならないと規定しております。これは性行為映像制作物の撮影が 出演者の心身および私、えー、生活に重大な影響を与えうるものであることに鑑み、出演者が撮影の対象となることについて検討するとともに、法第17条の規定により整備した体制における相談に応じる期間を含め、他者に相談するために必要な機関として定められたものと認識しております。次に、公表に関する機関,機関の制限についてのお尋ねでありますが、 同法第9条は、性行為、映像、制作物の公表について、すべての撮影が終了した日から4ヶ月間、4ヶ月を経過した後でなければ行ってはならないと規定しております。これは、性行為、映像、制作物の公表が、出演者の心身および私生活に重大な影響を与えうるものであることに鑑み、出演者が当該、性行為、映像、制作物を公表されることについて検討するとともに、 相談機関を含め、他者に相談するたびに必要な機関として定められたものと認識しております浜田聡君。 あのまあ、データ上の根拠というのはちょっと乏しいのではないかと感じました、まあ、あのこういった厳しい、今回の、えー、期間制限についてはです、ね、厳しい規定によって、少なくとも私、えー、2つの事態が発生すると想定しています、1つは厳しすぎる規定によって、えー、そもそも守らずに作品が作られるようになること、でもう1つは、えー、厳しい規定に対応できる大企業のみが独占の可能性です、えーつで、次はこの独占について伺います。 AV 業界においては、配信段階における独占が広く知られております。この業界の長年のウォッチャーとして知られている中村敦彦氏が、2023年3月に出版した、同人 AV 女優、貧困女子とアダルト格差という本において、次のように記述されております。 この業界はファンザの売り上げが7割以上を占めていて、第2のところなんて1割もなく数パーセント、ファンザにと尋常でない手数料をと取られすぎている、だからといって、ファンザに口ごたえしたり、文句言ったら、特利引き停止、取引停止されたら、会社は即倒産。 実際ファンザを運営するデジタルコマース社の売り上げは一千億円を超えていると言われており過去の判例において同社が六十を超える手数料率を徴収していることが確認されていますこのような産業構造上の問題が出演者に対する経済搾取の背景にあることが疑われますこれを踏まえて質問しますが政府には競争政策上の観点から av 業界に何らかの調査や予防措置に取り組んでいるでしょうかまた仮に取り組んでいないとしたら av 業界であることを理由に特定 企業に独占禁止法をはじめとする競争政策の適用を除外していることが伺われますが、えー、そのような事情があるかどうか教えていただきたいと思います岡田男女共同参画局長答え申し上げます内閣府といたしましては AV 出演被害の防止や救済のための各種取り組みを行っておりますがお尋ねは 競争政策上の観点からの対応についてでございますので、お答えすることは困難でございます。内閣府といたしましては、引き続き、英語出演による被害に遭った方々が安心して相談できる環境整備をはじめ、英語出演被害の防止と被害者の支援に取り組んでまいります浜田聡君。 この AV 新法が国会での審議対象になって、世間の話題になった際に、このファンザの関係者が AV 新法に対して反対する声がなかったように思えることが、今になって思えば通じつまが合うように思います。この声について、独占禁止法の趣旨を改めて多くの方々に考えていただきたいと思うとともに、公正取引委員会は今一度、自身の役目を確認していただきたい、そう申し上げて、最後の質問に移ります。 最後このファンザによる独占と思われる状況における AV 出演者の方々の搾取の可能性について伺います AV 出演者特に女優の方々が受け取る報酬が低いのではないかという問題意識からの質問です先日の中村敦彦氏が2017年東洋経済において記事を 参照しますと16年前に比べて AV 女優の月収が85%も減っているとのことです AV 新法、えー、施行前からこのように搾取の傾向は伺えるわけですが新法によりそれが悪化しているのではないかと思います 内閣府が2022年11月末に実施した AV 人権倫理機構へのヒアリングでは AV の総売上額における出演者の支払い額は23%と推測しているとのことですどの程度が適正比率というのか難しいですが例えば漫画家でありますと8%から12%という数字が挙げられておりますこれを踏まえて伺いますが政府としてはこのような AV 女優等の出演者に対する経済的搾取 の疑いに関して必要な事実確認の調査を行っているでしょうかえ、また仮に調査していないとすればどのような理由によるものなのでしょうか教えていただきたいと思います岡田男女共同参画局長お答え申し上げます AV 出演被害防止救済法は AV 出演被害の防止や救済を目的として制定されたものでございます 内閣府といたしましては、AV 出演被害に関する相談窓口であります、ワンストップ支援センターからの報告や、被害者の支援団体等からの聞き取りなどによりまして、出演被害の状況など、同法施行後の状況の把握に努めてきたところでございます。 ご紹介いただきました出演者の待遇等は、AV 業界の健全化を図ることを目的として設置された、業界の第三者機関であります、AV 人権倫理機構から昨年、本邦の施行後の状況を伺う中でお聞きしたものであり、その際には、出演者への支払額の割合については、業界全体として問題意識が持たれていることや、本邦の施行や施行に伴う 契約関係の変化は、出演者への支払額の割合の増加に取り組むきっかけになるといったご,ご認識も伺っているところでございます。今後とも内閣府といたしましては、本法の目的を踏まえ、AV 出演被害を防止し、被害者を救済する観点から、必要な状況の把握等に努めてまいりたいと考えております浜田聡君。 はい、あの時間なので終わりますが、まあ、最後一言、2024年の6月までの見直し規定については、この法律を推進した国会議員の方々が責任を持って進めるべきである、そう申し上げて質問を終わります。ありがとうございました